鳴らした数だけ仲間を集めてください。いいですか、仲間を集める上の数だけ。近くにいる仲間を探す。そう、自分からみんなを誘う。サッカーは一人でできますか？できませんよね。その声が、ね、そのチームを助ける、その人を助ける、自分を助けることにつながりますから、いいですか？素晴らしい。はい、OK、拍手。みんなさ、こうやってちょんちょんちょんっていうのもいいんだけど、しっかりこうボールをね、蹴ってこうやって当てる練習をです。回す？あ、どうやって？あ、回っちゃった。え？あれ？なんかこれ見たことある？じゃあ、あと、こういったら、あ、ちょっとさ、リフティングして疲れるじゃん。そういう、こうやって休憩すればいいから。これ休憩の場所だからね。いい、あとはもう、さ、切っちゃうぞ、切っちゃうぞ、やめやめやめ、ちょっと離せた。落としたくない、落としたくない。落としたらダメだ、爆弾なんだ。ボムするからね。っていう感じで、今多いの。はい、じゃあ広がってリフティングトレーニングやってみましょう。続けて1回でも多く続けられるようにね。あるかもよ。当たったらごめんね。水飲んで最後次みんなが大好きなゲームを始めます。赤と紫、ゲームスタート。ラスト30。ラスト10秒。ちょっと待って、今何度って書いてある？大体40超えてる。今日何度だと思う？28とかでね。そうですね。
それに比べてあと何十度となるの、15度ぐらいなるわけだよ、ね、想像できる、外歩けそう、それって。でもこういう元気な森が増えるとどうなるね、そうだよね、だから森を守っていくっていうことを今日一つだけ覚えていってもらえると嬉しいなと思います。森と聞いて思い浮かべることを書いてもらいたいんです。はい、言葉でもいいし、絵でもいいし、イメージでもいい、何でもいいです。あ、虫もいるね、そうだね、木もある。ここまでサステナトークで辻井さんにいろいろ教えていただきました。辻井さんありがとうございました。今日は短い時間でしたけど、暑い中みんなが本当楽しんでくれたので、自分たちも楽しかったですし、サッカーはね、自分たちで夢をつかむものだと思うけど、ね、気候もそうだよね、自分たちでどうにでも環境を変えていける力があるので、一人一人がね、そういうことも気づきながら、生活していくことで自分たちね、住み心地もよくできると思います。サッカーはもちろんそういうことも含めて、人間として大きく成長していってほしいですし、はい、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。こういった機会を通じまして、仲間との絆だとか、あるいはですね、将来 J リーグの選手になりたいだとか、そういった夢を育んでいく一助きっかけになればなと、まあ、そんな思いで、見ております。そうですね、今日も子どもたちと一緒に触れ合ってみましたけども、たくさん可能性のある子が多かったですし、こういう子たちがまた将来アジアの、チームに入って力になってくれると思います。まあ、それも含めて、たくさんの方がスタジアムに足を運んでくれることを願っております。Jリーグを一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。